子供いるの？あ、います。子供だよ、問題は。ね、子供っちゅうのはさ、こっちの、正しい信仰の選択のね、その果報が子供に出ちゃうからね。自分が正しい選択をして、正しい修行をしてないと、悪い報いが子供に出ちゃった場合ね、出るんだよ、そもそもが。出やすいんですよ。そうすると、かわいそう。自分だったら自業自得って思えるじゃないですか。どうせやるだけのことやっちゃったからなと。てか、子供とか出た場合さ、どうにもならない気持ちですよ。だから、そういうことも、おいくつなの、子供は。まあね、まあ3人いて、おで上の2人は、ね、連れ子なんですよ、嫁の。ああ、なるほど。で、10歳、8歳、で、今、2歳なんです。じゃあ、僕実はの2頃は歳。2歳の子2歳、ね。まあ、そういう面でも、まあ、ちょっと複雑なさ、一般的な当たり前な平均値のこう結婚からすればさ、少しこう複雑じゃないですか。ってことは、やっぱりいろんな問題も起きやすいわけだよ。それには、やっぱり自分がね、その家庭内の問題、子供との問題、これから将来の、しかも心身ともの健康ってこともあるじゃん。あと経済の問題もあるし、あ、いろんなことだよ。病気、事故、怪我、経済の問題、家庭内の問題なんてさ、いつ何時何が吹き出すか、本当です。わかんないんだから。でも、奥さんだって子供だって、そんな日蓮宗主のどうのこうのなんてわかってるわけないから、なので、それはやっぱり、一番その仏縁の深い人が、一歩進み出して、一家揃っての、一家全体の財商も含めて、払っていく、浄化していくっていう道を、淡々と歩むことですよ。それがまた、一家の主人のね、本当言うと、一家の主人の本当の一番の責任って何かって言ったら、正しい宗教をやることですよ。仕事で稼ぐことも大事だけど、だけど一番は、やっぱりそこは、そのような共通でわかるじゃないですか。仏法は対、世間は影だから、対曲がれば影斜めなり。そしたら、一家のご主人が、奥さんにそれは別に語ることもなきゃ、最初はね、ゆくゆくは一家全員が日蓮宗主になる必要はあるだろうけど、した方がいいけども、まずはそれはみんな、こう、ばらつきがあるもんですよ。そしたら、まずは一番理解している人が実践して、本当に変わった姿を見せていく。そして本当に家庭に根本的な幸せっていう功徳を積んでいくことが、一家の主としての責任だよね。なんかね、昔の時代だとね、なんかその家のお父さんだけ宗教やってるなんか変な感じですよね。そんなことないさ。今はもうそういう時代、もう関係ないかもしれないですけど、昔の時代ってなんかね、お父さんは別になんか無宗教で、なんか宗教なんかやみたいなね、イメージで、奥さん奥さんのが方がやってるっていう。う宗教に絡み、あの、こ、こんじゃ、こっちゃうとか。ちの嫁はもう何もやってないので、継承会とか妻とかでもないので、で、逆によかったじゃん。検証会の縁の強い人ともし女房になってたら、これまためんどくせえことになっちゃうけど、まあまあ、一応は宗教的ニュートラルな状態にいるってことじゃないですか。まあ世間一般の人と同じように、普通にまあ神社に行ったりとかしたい、たまにはしたいとか、そういう系でしょ？でも、私は検証会のなんていうのやり方をいろいろもう洗脳されちゃってるんで、もう初詣は行かない人だからみたいな、宗教をやらない人間だからみたいな、こうお寺とか行かない人間だからみたいな。で、なんかうちの嫁が言ってるんです。うちの旦那は初詣行かない人そういうです人よだと。からと。じゃない、理由は知らない。奥さんと子供さんたちだけが初詣あ、に。もう行かないです。やっぱり。友達で行くこともないです。ああ、そう。いいこと起きないから別に行かなくていいよって自分は言ってるんです。でも、奥さんとしてみれば不満があるのかもね。なんか、やっぱりお宮参りとかはやっぱり行きましたね。やっぱそういうのは。それは自七分五の三は行かなかったです。実の子でも。実の子で行っちゃいました。行きました。なかなかさ、もうそれでもう害族かぶっちゃったじゃん。だ、召集をやらないと、結局その、どうしても世間のそういう方々ね、五濁悪世だから、五濁悪世から脱出できないんですよ。もし仮に召集やってると、お宮参り、あ、ちゃんとお寺があるんだよ、と言えるわけだよ。そうすると、一応買わせるんだよね。そういう方々の人も。全然行かないってことになると、どうしてってことになって、仕方なしに神社に行かざるを得ないじゃないですか。
ところが召集全部受け皿があるから、お宮参りの受け皿もあるし、七五三の受け皿もあるし、全部世間でやられてる方々に行かなきゃいけないことは全部召集のお寺でご住職がちゃんとみんなやってくださるから、そういう中でだん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 理解のない神さんとか周りの人たちがだん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 こう仏前をつけていくんですよ。そうやって公然力をしていくと、何が何でもその口だけで納得させてガーガーやらなきゃいかんということでもないんだよね。仏法上でもその七五三とかお宮参りってあるんですか？ありますよ。仏法上意味あるんですか？意味はね、まあまるっきりないわけでもないんだよね。お宮参りはね、あれは基本的にはやっぱりあの世間の、まあ、まあ根本的に今随法美人だよ。随法美人って聞いたことある？そう、随法美人っていうのはあのもうお釈迦様がすでに定められた 法則で、その全世界に広まっていくってことはもう当然想定されてるわけだよね、仏教っていうのは。そうするとその根本的な教義信条において間違いがないんであれば、その地域とか時代の風潮に準じてよろしいっていう、そういう戒律なの。だからお宮参りはまさにね、そう言い方しないよ、僕らは初参りって言うんだよね。初参りって言ったかな。初参りです。初参りか。30、子供が30んだよ。そうですね。あ、そっか、はい、お宮じゃないからね、うん、だけど名前は変えても、これはおそらく随法美人に、今言った随法美人だね。あの世間がみんな子供生まれたら30日でどっか神社にこう祈願してもらいに行くと、うん、それをであるであるならば、別に日蓮召集のご本尊の前で、あの両親揃って子供がちゃんとあのその日をもってご受戒するとかね、うん、あの子供首が座らないじゃないですか、あの30日くらい経たないと、ね、あ、そうそう、だからご受戒の日ですよ、あれ。子供の初参りがちょうどご受戒。そうすると随法美人でもありながら召集の信仰がそれでまあ一歩前進するよね。で初参りと言いながらおじいちゃんおばあちゃんたちも集ってくるんだ、仲のいい親戚だと。あ、うちが全くそうでしたよ。あ、うちの長男があの結婚して子供が生まれて、で初参りの時に、うちはお宮行かないからねっていうことで、奥さんはもう入信してる、なんとかまあギリギリこう入信だけはしてる人だから、で、初参りってことで日蓮召集の長野のお寺に連れてきた。その時に向こうのご両親もね、一緒になって来て、で手合わせてるからね、であんまり抵抗感のないご両親で、あの馴染んでるわけですよ。普通にお坊さんがいて、ちょっと普通だとちょっと違うあの景色でしょ、お宮で行くのとはさ、だけどそこに向こうのご両親も馴染んで、ちゃんと渡された数珠持って、で一応お経は読めないけど南無法蓮華経ぐらいは言ってましたからね。だからそうやってあの順次ていくと。で七五三はねあるよな、あれ日目商人、はい、なんだっけ、なんだっけ、日目商人の絡みだよね。そうですよね、最短のあれだっていうが現れるのをなんかどうだったっていう気がする。なんかあるよね。でもそれもさ、結局は世間で言われてる七五三になんとか召集的なあの意義付けをしてったっていう意味はあるかもしれないね、うん。だから根本的な、まあでも5、7、3、5、7っていうのはやっぱこれは三大秘宝とか妙法五字とか妙法七文字とかさいう意味にもちゃんと通じていくから、全くあの仏教的な意味はないっていうことではないですよ。三人の女の子なんで7歳ですね。5歳かってね、どっちだっけな。男は三五だっけ、女の子三七だっけ。男が五で女が三五とか三七ですね。来年だ。だよ、うん、その時にさどうすんのよ、今のまま行ったら、どっかに連れてかなかったら奥さん納得しないよ。あの嫁のね、連れ子の次男坊はやっぱね、七五三はね行かないで、あの宗教嫌いだからって言って、あの阿部だけ買ってきて着物着せて公園で写真を撮りました。私カメラ趣味なんで。でもさ、それが本当に奥さんが納得かどうかなんで問題が、その時は大丈夫だったんですけど、だんだんと、だからいや、そのことに関してはまあ言ってないですけども、結局ほらその後にまたこの嫁、あの子供のお宮参りだとかなると、うん、だからもう強引になんか自分も連れてかれたみたいな感じなんで。どっちが、あ、自分も、私の方がね、
あ、じゃあ向こうが勝った。宮前に、まあ、行かなきゃダメだよ、みたいな。だろ、うん、だから本来なら奥さんは普通通りにやりたいわけよ。うん、でね、ここがさっきの資質なんだわけ。その、こっちの主張を絶対何が何でも強引に通すだけで人がじゃあ救えるかっていうと、そうじゃないんだよ。相手に沿うっていうことなんだよね。で、うん、奥さんは全く無宗教の普通に育ってる人なんだから、うん、ってことは一応形だけでも例えば初詣行きたかったりとかさしたいわけさ。それを行き先だけ変えようねって言えるわけよ、うん、日蓮召集に入ってれば、うん、そしたら日蓮召集で賑やかなさ、あの初詣やってるとこのお寺へ連れてけばさ、納得しますよ一応はね、うん、ああこうやって、まあ、お坊さんちゃんといて、で神社じゃないと、お寺に行く初詣だって世間だってあるわけだからさ、それがあの紫だの赤だのっていう格好してる坊さんじゃなくて、綺麗にあの薄摘みのお坊さんだけど、みんな手合わせて、で今日は初詣終わりましたと、そしたら形上は納得するわけよ。そしたら初参りもそうだし、お師匠さんもみんなそうで、っていうことでこう、それをね、俺は絶対行かねえんだ、行かねえんだ、行かねえんだ、行かねえんだってやってくると、かいつかは爆発するよ。あのまだね、若いでさ、愛があるうちはいいのよ。だんだん愛もね、変化しますからね。そうするとね、変化してくるとこう、そう簡単にはね、こっちの、もうな、こっちの言い分が聞かなくなってきちゃうんですよね。そりゃそうですよ。だって非常識だもん。普通の人から見たら、一切うちはもう行かないし、子供も連れて行かせないなんて言うと、変な旦那。最初の頃は、まあ、惚れてるからさ、まあ、しょうがないかと思っていた嫁もさ、そのうちに、その旦那、まあ、多少ね、愛も少しは薄れてきたりとか、冷めたりしてくると、はっつりうちの旦那は、いこじで、なんか、しかも理由がわかんないんだから、彼女は。ね、ただ嫌いだって言ってるだけでしょ。だからさ、ただのわがまま言ってるに過ぎないんだよね。そう。奥さんからしてね、ただわがまま言ってるだけじゃんって、好き嫌いでもの、うちのね、子供とかさ、それまで巻き込まないでよと。私たちは行きたいのと。っていう時に、今のこの何の宗教もない日蓮召集に所属してないだとフォローしようがなくなってきて、そのうちには心離れていっちゃうよ。だから、うん、そう、直近の課題から言ったって、形だけでもいい、形だけっていうか、何かのしっかりしたそのお寺ね、正当な700年、800年の歴史があるさ、日蓮召集はそういうお寺なんだよって言えるわけよ。うん、その、あの、永平寺とか、ああいうとことね、聞けを取らないちゃんとした立派なお寺なんだよって。で、今度じゃあ、あの総本山とか見学に行ってみるって。すげえからって。いろんな本山俺行ったけどさ、美濃部も行ったし、あの永平寺も行ったり、四天王寺も行ったり、いろいろ行ったよ。それから比叡山も。まあね、大石寺ぐらいね、このきちんと整った敷地の中に、あれだけの、あの銅がね、立ってる本山はないね。広さで言ったら比叡山一番広いけど、なんだって山岳地帯だからさ、いや、山あいを登ったり降りたり登ったりでして、そこへこう張り付いてこう道具があるのね。だから、なんつかな、大石寺みたいな、その、大きなまとまったこう広大な感じってのは全くない。身延なんかもうただ暗いだけ。すんげえ急坂だしね。まあ、有名な何百段、百何段だからっていうね、うん、あれなんかちょっとこうフラッとくれば後ろに落っこちるくらいの急な階段なんだよ。そこでさあ、こうその登りきったところに、まあそこそこの広さの、まあ、平たい地があって、そこに、まあ、道路が何か所か、そこがまあ緑の中心なんだけど、どうってことはないですよ、大石寺見てれば。だからね、そういう姿も見学してるだけでも、へーって、ちょっとずつちょっとずつね、その奥さんや子供たちの心がほぐれていくわけさ。見学なんかは別に全然自由だからね、行けるからとかさ。あとそれは相手の既婚によるけど、例えば日蓮召集のご住職方のああいう綺麗なねお姿、あの不純物のない綺麗なああいう袈裟衣とかね、ああいうのを見てるだけでね、あ、素敵って美しいわって思う人だっているんだよ。奥さんがどういうタイプか分かんないけどね、うん、
そうやってね、それが資質談って言って、相手の心や相手の風習、相手の考え方にできるだけ寄り添って、ちょっとずつちょっとずつこう召集の正しい進行へ引っ張っていくっていうやり方。今頑固に意固地にさ、そんな方法はって口には言えないけどね、意味わかんないから、こんな宗教俺は全部嫌いだって言ってたらさ、今に家の中で孤独になっちゃうよきっと。チッとは言われちゃって、女房と子供に。親父も頑固でさ、私の言う知らないところで初詣は言ってるかもわからないですね。私もね、簡単な仕事の時ありますから。なるほど。子供もあの、ね、少年野球やってて、そんな感じですかね。もう、あの、なんか、祈願みたいなね、優勝祈願とかを言ってるわけなんで。そうだよな。だからそういう、それで結局かぶってるわけだよ。その嫌いだ、嫌い、邪宗教は嫌いだって、毒があるって教えてもらってるんだけど、一人じゃいかにせんそれをこうフォローできないじゃん。あの検証会ルールだと、もうなんか検証会ルールで行っちゃってるんですよね。もうそのどれ寺の神社に行かないとか、法発詣で行かないとか、ああいうあの旅行、修学旅行とか行ってもそういう方向のところに施設に入らないっていうと、一人だけ聞くね、ちょっと全然待ってたりとか、だん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 こうなんていうんですかね、もう自らこうなんかもね、悪い方に行っちゃってるような感じですよね。そうなの。検証会ないからと。そうなの。相手のわざわざそんなことはできないからって言って普通に馴染むじゃん。友達の世話席だって、葬式だって行くなって言ってるわけですから。そうそう。世間に通用するわけないんですよ、そんな。その辺がだから、最初の、ね、新召集した時に、その、ね、あの、葬式の時に行けないの、手合わせちゃいけないのって言ったら、そうではないんだっていう。そう。話で。そうではない。あ、そうではないんだって。そう。だから、まあ、浅井教学がそういうふうにその何度も言うように、非常にこう薄っぺらな教学だから、そうなっちゃったけど、召集だとそれをギリギリ回避できるか、かわせるわけよ。その、これだけはダメだってことはやっぱあるよ。修学旅行もね、それから幼稚園のそういう行事も。うん、だけど、検証会ほどこう意味切らなくても、ギリギリセーフっていうそのボーダーがあるわけよ。それを一個一個ご住職に、あの、相談しながら、適正な場所のやり方を教えてもらうわけさ。そうすると、そんなに抵抗感を示さないで、そんなに友達をなくさないで、そんなにこう、変わり者だと思われないで、なんとかいける。うち4人の子供それで育ってきたから。うん、幼稚園行事も、微妙なところでこう、交わしていくっていうか、修学旅行も微妙なところで交わしていく。で、どうしようもない場合で、本人たちの自覚がなかった場合は、この一回お寺に来て、ちゃんとそのお清めっていう、またちゃんと、ご受戒みたいなね、ご本尊様神戸にいただいて、やっぱり払ってもらうわけ。うん、そういうこともあるんです。そういうのもあるんです。あるんです。うん。その、やっぱり自覚の足りない場合、ふずずってやっちゃう場合があるわけだよ。その時に帰ってきて、いや、こんなことやっちゃったけどって子供が言った場合ね、そういうのは何回かあった。